皆さんこんにちは、こんばんは。ドラクエ予想屋です。よろしくお願いします。ということで、巷ではですね、今週に忍耐が来るんじゃないのかなって言われているんですよ。とあるですね、有名なリーカーさんがですね、今週というか先週の時点で来週忍耐来るよって言っていたんですよ。でそうなってくると、今ですね、任天堂ってファーストタイトル、任天堂のソフトが出せる情報、出せる情報がないとか、今年2024年に関したら、任天堂のですね、ファーストタイトルって言うんですね、任天堂ソフトのこと、ファーストタイトルが少ないので任天堂ダイレクトないって言われていたんですよ。そうなってくると任天堂ダイレクトミニが行われるんじゃないのかなって言われてるんですよ、今週ね。そうなってくるとサードパーティー、任天堂以外のゲームの紹介が多くなるということで、そうなってくるとドラクエがサプライズで来るんじゃないのかなって今ネットでちょっと言われている記事を見たので、今回ですね、ちょっとそこら辺ですね、願望ではありますがちょっとそこら辺ね、語っていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということで、巷ではですね、任天堂ダイレクトがいつ来るのかとかですね、次世代スイッチ2なるものがいつ発売になるのかとか、結構ですね、ネットで賑やかになっている状態なんですが、任天堂スイッチ2なるもの、過去仮なんですが、次世代機がですね、2025年に発売するんじゃないのかっていう話があるんですが、それはですね、そうなってくるとドラクエ関係がどういう影響があるのかって話はちょっと別の動画で話そうと思っているんですが、とにかくですね、この動画が19日出るということで、今週の任天堂ダイレクトが行われるのか、そしてですね、それがミニっぽいんですよ、あるとしたら、サプライズはドラクエかと言われているので、そこら辺ちょっとお話ししていきたいなと思います。まずはですね、こちら見てくださいということで、こちらですね、ピューローさん、ピューローさんっていう方がいらっしゃいます。はい、でこちらですね、任天堂関連のめちゃくちゃね、有名なリーカーらしいんですよね。もうリーカーっていっぱいいんのね。僕サブチャンネルで結構ね、リーカーの話することあるんですが、リーカーっていっぱいいるんですよ。もう言ったもん勝ちみたいなとこもあったりするんですけども、エンターテインメントとしてです、皆さん楽しんでいけばいいと思っているんですけどね、この方に限ったらちょっと違うんですって。その、謎のリーカー軍団の中でも1軍じゃあ2軍ってなんだよって話なんだけど、1軍らしくてですね、この方ちょっと調べてみたんですが、こちら見てください。ピョロさんという方で、任天堂スイッチ向けのスーパーマリオワンダー、マリオブラザーズワンダープリンセスピーチショータイムの発売のヒントを出してた人物として有名だそうです、この方。結構前からですね、間接的に言わないんですって。なんか画像をで出したりとかして、それそういうことなのっていうことをですね、フォロワーとかネットでね、いろんな方が解析して、やっぱこうだったんだっていうことらしいんですよ。多分僕の様子だと当たるから、多分リーク情報でも当たりすぎると多分任天堂に怒られるか、いろいろちょっと多分なんで許されるのかわからないんだって言われてる人なんですよ。これなんで任天堂に目つけられないんだって言われるぐらいの的中率が1はあるらしいんですよ、はい、この方ね。でこの方がこのツイートで言うと、フォロワーさんか何かですね、それはに、来週行われることを言っているんですかみたいなことで、来週任天堂のダイレクトが行われるよってミニかもしれませんよみたいなことを言ってたということで、これが話題になっていると。このですね、記事に対するネットの反応をちょっと見ていきたいなと思います。ということで、こちら貼っておきましょう。来週のですね、サードダイレクトかということで、サードダイレクトということで、ファーストではなくて任天堂のゲームじゃなくてサードかなということなんですよ。ただね、任天堂スイッチ2がちょっと2025年とか言われているので、そこら辺がどうなのかなっていう話もあるんですが、難しいところですね。サードダイレクトなのか、任天堂スイッチ2なのかということで、これがちょっとね、わからないところではあるんですが、スイッチ2の可能性はちょっと減ったかな、減ったというか低くなったと思います。ほぼゼロに近いんじゃないのかなと思います。2025年に発売するっていう、そのね、情報が本当だった場合なんですけどね。で続きまして、サードダイレクトもしくは任大ミニかということで、任大のミニだとプリンセスピーチのね、話題をですね、任天堂が公式の X で結構言っているんですよ。それちょっとダイレクトで言う内容だよねみたいなこと結構言っているので、ミニあるかなって思うんですね。スプラトゥーンの話題とかも結構言ってたりするので、ちょっとどうかなって思っているんですが、サードだと鳥なんだろう、ドラケ3ということで、たまらないですよね
この言葉を見た時僕震えました。うわついに来んのかなと思いましたね。こいつが言うなら確定だねということで、任天堂の、ちょっと面白いですね。僕も最近エンターテインメントとしてですね、サブチャンネルで結構リーク屋さん、謎のリーク屋さんの話結構するんですけど、この人結構的中率高いらしいので、ちょっとこの人が来てくれたら嬉しいなっていう気持ちめちゃくちゃありますよね。とにかくドラケスレ HD2D リメイクの続報何でもいいからね、カンナドと戦ってるシーンでもいいから早いこと出してほしいと思うんですが、でですね、そうなってくるとなぜですね、これサードダイレクトになるのかなっていうお話なんですけど、こちらちょっと見てください。ファミ通さんのサイトお借りしておりますということで、2024年の発売の任天堂スイッチ新作ゲーム20選ということで、こちらちょっと見ていきましょう。こちらがですね、2024年の発売の注目ソフトということで、もっと細かいのはね、インディーズとか多分あると思いますが、じゃあこちら見てください。ペーパーマリオ RPG ということでリメイクです。はい、でこれはずっとこうやって降りていくと、マリオドンキーコングもう発売されました。そしてですね、完全新作というとプリンセスピーチということで、この他何かルイージマンションの2のなんかリメイク的なものもあれ今年でしたっけ。なので今んとこ決まってるのがペーパーマリオ、そしてですねマリオドンキーも出ました。はい、出たの16日出たのでもないと思います。はい、でプリンセスピーチのこの3つぐらいなんですよ。はい、任天堂ダイレクトだ言うてんのに任天堂の速度、サードダイレクトでもいいんですけど、任天堂の目玉がないんですよ。なのでな、株価とかの関係で言うと、やるのかやらないのかなって言ってるぐらいの方が、 やってがっかりするぐらいだったらこれ謎のままなんかこうやってた方がいいような俺は気がするんだよね。それ戦略的なもんだと思うんだけど、やっちゃってがっかりすると多分株価に影響してドドンって下がると思うんだけど、いつやるのどうすんのっていうので、明日来週とか言っておけば、やりませんなんて言わなければ、いつまででもそこら辺ね、皆さんドキドキしながらですね、株価もちょっとそんなドーンって下がることないけど、そこはちょっと分かんないんですけど、そういうのもあんのかななんて思っているんですが、とにかくですね、マリオドンキーが出てしまったので、ファーストタイトル任天堂ソフトは、ペーパーマリオ、ルイージマンション2のリメイクでしたっけ、で、プリンセスピーチショータイムのみなので、今ダイレクトをやってもちょっとサプライズ的なものは難しいのかなと。でですね、なんでそうなったかというと、2025年に、発売されるんじゃないのかなって言われている記事がですね、複数メディアで出たんですよ、海外の。でその中 の情報で言うと、ちょっとファーストタイトルがちょっとないので少し遅くなってるんじゃないのかっていう声が多かったんですよ、そちらがね。なのでスイッチ2なるものの次世代機にトリプルタイトルとかファーストタイトルをつぎ込みたいのに、ここでですね、任天堂のゲームそんな出てくるわけないと思うんだよね。なのでサードパーティー2のダイレクトになるんじゃないのかなって言われているそうです。すべて憶測です。はい憶測なんだけど、もう面白いじゃないですかということで取り上げているんですが、そしてですね、こちら見てください。ですね、カレンダーですね、いつも通りのということで、この動画出るのが19日ということで、今週、先ほどのですね、何でしたっけ名前の人、ピョロさんって方が16日の時点で来週行われますよって言っていたんですよ。なのでそうなってくると、この、18、19日の23時ぐらいから、こう飛んでいくと思います。はい、夜皆さん注目してください。で一番ベストは多分22日だと思うんですよ。次の日が3連休なので素晴らしいと思いますし、でただですね、任天堂で言うと、今月で言うといろんなありますけども、22日にクレヨンしんちゃん出るんですよ。クレヨンしんちゃんのゲームが出るんですけど、ちょっとこの辺パッケージ、貼れたらなって思っていますが、貼っておる、貼りましょう。でこちらがですね、前作僕オラナッツって言われていたんですが、これオラナッツ2みたいなもんなんですけどもね、50万本売れていて結構売れているので、もしかしたら僕的には22日発売なので23時ぐらいにやって、このままダウンロードの方は、すぐ12日から遊べますみたいなのが一番いいのかなと思っていますが、とにかくですね、この僕的には2テトダレクトって木金が多いらしいので、この 5年間で本命22、21かなと思っております。はい、ただですよ、29日の
ファイナルファンタジーリバースにかぶせてくる可能性もあるので、そこらちょっとわからないんですが、とにかくですね、この動画出てからのですね夜、皆さんちょっとここら辺ちょっとずっとちょっとチェックしていきましょう。で、僕分かり次第多分速攻で動画出すと思いますので、ぜひですね皆さんちょっと僕のチャンネルね、ちょっと少しね耳じゃねえわちょっとね気にしていただけると、何か出た場合速攻でですね、ちょっとですねその生放送の任天堂ダイレクトが行われるのかっていうね動画ちょっと配信していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回はですね、この辺で終わりたいなと思います。よろしくチャンネル登録高評価ならもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。